村長様は最近怖くて夜も眠れないそうだ。隣村の悪いキム村長、その隣の村の悪いパク村長も鬼神のごとくやってきたその人にやっつけられたそうだ。堕落した管理を次々に見つけて劣化のごとき号令をかけて村人を苦しめて搾取した財物を全部奪って村人にまた分け与えてくれるんだと。神出鬼没、神妙な道術を使うポンギルトンだ。ポンギルトン伝。朝鮮セジョン大王の時代、ホン・パンソの家に生まれた賢い子供キルトン、11歳で天文、地理、収益にも通じ自由自在に道術を使う天才少年だったが、ヌイの母親から生まれ父を父と呼ぶこともできず、差別と蔑視の中で生きていく。克服することのできない身分の限界に苦しんだキルトンは家を出て山奥に入っていき、偶然盗賊の親分となり、全国の腐敗した者たちを処断し貧しい人々を助けながら生きていく。朝廷では法を破って漢画を襲うホンギルトンの一味を討伐しようとするが、自由自在に道術を使うキルトンを捕まえる才干がなく、その後キルトンは朝鮮を離れてユルドグクという島の王となり、誰もが平等な理想の世界に導く。朝鮮官兵軍の時代の政治家ホギュンが書いた初めてのハングル小説ホンギルトン伝。善と有望な学者だったホギュンは、政治家が庶民の声に耳を傾けないことを残念があり、朝鮮が不正腐敗や差別のない国になることを願ってホンギルトン伝を生んだ。庶民は水や火、虎や豹よりもっと恐ろしいのに、上座にいる者たちは庶民を見下してひどくこき使う。ホギュン。ホギュンは急進的な思想のために処刑されてしまったが、彼が生んだホンギルトン伝は西洋の伝説の中の義賊ロビンフッドの物語のように、庶民と愛観を共にし、韓国人なら誰でも知っている古典として愛され、今日まで数えきれないほど多くの映画ドラマとして制作されながら、多様なジャンルで発展を重ねている。것 같아.
같아 나의 지난 날 나를 바라보던 그대 눈빛 보일 것 같아 잊혀진 내 꿈들이 나